はい、こんにちは。今日はこちらのカバンをご紹介いたします。こちらのファイブウッズのプラトーというカバンですね。結構もうだいぶ認知度上がってきてるんで、おなじみの方も結構いらっしゃるかもしれないんですけども、はいはい、定番中の定番のカバンなんですけども、ちょっとまあ知らない方のために軽く少しだけ説明させていただこうかなと思うんですけども、こちらまあもう見た目はもうドシンプルのオーソドックスなカバンなんですけども、これサイズとしてはもう A4 がすっぽり入るようなサイズになってまして、革もねこれなんでしょう、近くで見るとより分かると思うんですけど、もうすごいこう艶のある革で、まあ、これ使えば使うほど光沢は増してくるんですけども、やっぱりね使うに従って高級感がどんどん増していくという、まあ、そんなカバンになってるんですけども、ちょっとこれシンプルなんですけど、ちょっと変わってるところがあるかなと思うんですけども。そうですね、ちょっと取って長くないですか。取ってもちょっと長めですよね。はい、これはやっぱ肩にかけた時に、はい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 、スッとかけれる。あ、男性でも。そうなんです、長さなんですよ、ですね、で全然やっぱりずっとかけてても肩が痛くならない、まあ、負担が全然ないっていうところも結構のカバーの良さかなと思うんですけども。で、あとはこちらですね、角のところ、馬蹄をイメージしたデザインになってます。馬の、はい、馬のひずめ、ひずめのところですね、はい、で、これデザイン性だけじゃなくてですね、これがあることで、ここかなりしっかり塗ってあるんで型崩れしないんですよ。なんで、まあ、結構パンパンに入れても、まあ、変な形にならないっていうところが特徴の一つとしてあるんですけども、このカバン通常は4色展開なんですよ。ちなみに何色が？ブラック、ネイビー、はい、で、ちょっとこの色じゃない茶色で、なんていうかコニャック、なんていうんですかね、ちょっと薄い茶色なんですけど、そうですね、まあ、ブラウンと、ブラウン、あとボルドー、なんかワインレッドですね、はい、4色が通常のお色なんですけども、実はこちら通常は展開してないお色でして、この度ですね、あのフリースピリッツ限定でちょっと別注カラーとして作らせていただいたお色になってますので、あのね、フリースピリッツでしか買えないお色になってます。で、11月から発売予定。11月から、はい、フリースピリッツ限定色、はい、はい、ですのでちょっとこちらぜひお買い求めいただければなと思います。ルクア店、大阪の方ですね、ルクア店の方で取り扱ってくれますので、よかったらぜひ店頭で。